スノーマンナウール、自身の金髪姿に、ヤンキーじゃないか遠藤憲一も、でけえ。スノーマンナウール、21、が11日、東京、豊洲ピットで映画、赤羽骨子のボディガード、石川純一監督、8月2日公開、完成披露試写会に出席した。週刊少年マガジン連載中の同名漫画が原作で、ナウールにとっては、3年ぶりの映画単独主演作。とある事情で命を狙われることになった女子高校生、赤羽骨子、赤羽骨子を守る金髪ヤンキー高校生、伊吹荒国、役を演じる。身長192センチの規格外な存在感を買われ、同役に起用された。作品では金髪姿も印象的だが、ヤンキーとはかけ離れた平和な暮らしを送ってきて、喧嘩もしたことなかった。久しぶりの金髪の自分を見て、ヤンキーじゃないかと思いましたと笑顔を見せた。共演する182センチの遠藤憲一、63は、ラウールの印象について、会った途端、でけえって言っちゃった。見上げてやる芝居あまりないので、今は慣れて小さく感じますと話すと、ラウールも照れ笑いしていた。